新釈諸国話、太宰治む、判例。一、私の才覚、とでも振り仮名をつけたい気持ちで、新釈諸国話という題にしたのであるが、これは才覚の現代役というようなものでは決してない。古典の現代役なんて、およそ意味のないものである。作家のなすべき技ではない。三年ほど前に、 私は両者石井の中の一つの物語を骨子として、大いに私の勝手な空想を塩梅し、製品短という短編小説に仕上げて、この、新調の新年号に載せさせてもらったことがあるけれども、大体あのような流儀で、いささか読者に沈み以降を信条しようと努めてみるつもりなのである。西角は、世界で一番偉い作家である。メリメ、 モーパスさんの初週祭も遠く及ばぬ。私のこのような仕事によって、才格のその偉さが、さらに深くみんなに信用されるようになったら、私の貧しい仕事も無意義ではないと思われる。私は才格の全著作の中から、私の気に入りの商品を20ペンほど選んで、それにまつわる私の空想を自由に書き綴り。新釈諸国話。 という題で一本にまとめて上司しようと計画しているのだが、まず手始めに、武家斬り物語の中の。我が物ゆえに裸川の題材を拝借して、私の小説を書き綴ってみたい。原文は、四百字詰めの原稿用紙で二三枚くらいの商品であるが、私が書くとそのとべの二三十枚になるのである。私はこの武家斬り、それからグラ、英体蔵、 諸国話、胸ん用などが好きである。いわゆる、公職者は好きでない。そんなにいいものだとも思えない。着想が陳腐だとさえ思われる。非、右の文章は、今年の、新潮、正月号に、裸は、を発表した時、箸書きとして用いたものである。その後、私は少しずつこの仕事を進めて、 はじめは二十編くらいの予定であったが、十二編書いたら、へたばった。読み返してみると、実に不満で、顔から火の発する思いであるが、でも、この辺が私の現在の能力の限度かもしれぬ。短編中には、長編一つよりも、はるかに骨が折れる。火、木次をご覧になれば、大体わかるようにしておいたが、 題材を採閣の前著作からかなり広く求めた。変化の多い方がさらに面白いだろうと思ったからである。物語の舞台も絵ぞ、欧州、関東、関西、中国、四国、九州と諸地方に渡るよう工夫した。1、けれども私は所詮、東北生まれの作家である。採閣ではなくて、あずまつる北旗の趣きのあるのは、免れない。 しかもこのアズマツルあるいは北亀は、三角に比べて花肌青臭い。年齢というものは、どうにもしようのないものらしい。一、この仕事も、書き始めてからもう、ほとんど一か年になる。その期間、日本においては、実にいろいろなことがあった。私の一心上においても、いついかなることが起こるか予測できない。この際、 読者に日本の作家精神の伝統とでも言うべきものを、はっきり知っていただくことは、かなり重要なことのように思われて、私はこれを警戒警報の日にも書き続けた。出来栄えは元より大いに不満であるが、この仕事を、昭和世代の日本の作家に与えられた義務と信じ、向きになって書いた、とは言える。昭和19年晩秋、三鷹の総屋に起きて、木寺、 マズシノイジ、江戸。諸国はなし、西閣44歳観光。大力、さぬき。本町二重不幸、45歳。猿塚、筑前。懐すずり、46歳。人魚の海、江戸。武道伝来四46歳。破産、ミまさか。日本へいたいぐら、47歳。裸川、相模。武家切り物語。 47歳。義理摂津。武家義理物語。47歳。如族、陸前。新歌正規、四十七歳。赤い太鼓、京。本朝王院肘。48歳。水神、何和世間三産五51歳。遊興界、江戸。三角置きみ上げ、五52歳、没。吉野山、山和よろずの文み具。 没後三年観光。貧しの意地。昔江戸品川、藤茶屋のあたり、見る影も泣き草のいよりに、原田内女という恐ろしく髭の濃い、目の血走った中年の大男が住んでいた。 要望を恐ろしげなる人は、その自身の顔の威厳に自ら恐縮して、かえって変に弱気になっているものであるが、この原田内助も、眉は太く目はぎょろりとして、ただものでないような立派な顔をしていながら、一向にダメな男で、剣術の折には目を固くつぶって奇妙な声を上げながら荒ぬ方に向かって突進し、壁に突き当たって、参った、と言い、いたずらに壁破りの異名を高め、 シジミ売りのずるい少年から、嘘の実の上話を聞いて、おいおい声を放って泣き、シジミを全部買い占めて、家へ持って帰って女房に叱られ、3日の間朝昼晩、シジミばかり食べさせられていけいを起こして転々し、ロンゴを開いて、学児第一、と読むと必ず睡魔に襲われるところとなり、毛虫が嫌いで、それを見ると、キャッと悲鳴を上げて両手の指を開いてのけぞり、 人のおだてに乗って、狐にでも疲れたみたいにおろおろして七夜へ走って行って金を作ってごちそうし、みそかには朝から酒を飲んで切腹の真似などしてかけ取りをしりぞけ、草のいよりも風流の心からではなく、ただおのずからそのように落ちぶれたというだけのことで、花もみもないぐずの貧し、親戚のもてやまし者の浪人であった。幸い、親戚に浮遊の者が二三あったので、 切羽つまるとその人たちから合力を得て、その大半は酒にして、春の桜も秋の紅葉も何が何やら、見えぬ聞こえぬ無が夢中の極貧の日の車のその日暮らしを続けていた。春の桜や秋の紅葉には表を背けて生きてもいかれるだろうが、年に一度の大晦日を知らぬふりして過ごすことだけは難しい。いよいよ今年も大晦日が近づくにつれて原田内緒。 目つきを変えて、気違いの真似などして、用もないなぎなたをいじくり、えへへ、と怪しく笑って駆け取りを気味悪がせ、あさっては正月というに天井のすすも払わず、ひげもそらず、せんべい布団は敷きっぱなし、来るなら来い、など哀れな言葉を上ごとのごとく力なくつぶやき、またしても、えへへ、と笑うのである。毎度のことながら、女房はうつつの地獄の思いに耐えかね、 勝手口から走り出て、自身の兄の仲良正聖安という神田明神の横丁に住む医師の宅に駆け込み、涙ながらに窮状を訴え、助力を凍った。聖安も、たびたびの迷惑、つくづく呆れながらも、こいつ洒落た男で。親戚に一人くらい、そのような馬鹿がいるのも、浮世の味。と笑っていって、小判十枚を紙に包み、その上書きに。 貧病の妙薬金曜岩、よろずによし。と記して、不幸の妹に手渡した。女房からその貧病の妙薬を示されて、腹だない女喜ぶかと思いのほか、難しき顔をして。この金は使われぬぞ。とか、すれた声で、変なことを言い出した。女房は、こりゃ亭主もいよいよ本当に気が狂ったかと、ぎょっとした。狂ったのではない。 ダメな男というものは、幸福を受け取るにあたってさえ、下手くそを極めるものである。突然の幸福のお見舞いにへど戻して、照れてしまって、帰って奇妙なえ理屈を並べて怒ったりして、せっかくの幸福を追い払ったり何かするものである。このまま使っては、過方を負けがして、わしは死ぬかもしれない。と、内助は、最もらしい顔でいい。お前は、 わしを殺すつもりかと、血走った目で女房を睨み、それから、にやりと笑って。まさか、そのような夜叉でもあるまい。飲もう。飲まなければ死ぬであろう。おお雪が降ってきた。久しぶりで風流の友と語りたい。お前はこれから一走りして、近所の友人たちを呼んでくるがいい。山崎、熊井、宇津木、大竹、磯、月村、 この六人を呼んで来い。いや、探偵坊主も加えて、七人。大急ぎで呼んで来い。帰りは酒屋によって、魚は、まあ、あり合わせでよかろう。何のことはない。嬉しさで、ワクワクして、酒を飲みたくなっただけのことなのであった。山崎、熊井、宇津木、大竹、磯、月村、探偵。 いずれもこの辺りの長屋に住んでその日暮らしの品病に悩む浪人である原田から雪に酒の使いを受けて今宵だけでも大晦日かの家宅から逃れることができると地獄で仏の思い神子のしわを伸ばして傘はないか足袋はないか押し入れに首を突っ込んでガラクタを引き出し 浴衣に陣羽織という姿のものもあり、一重を5枚重ねて着手首に古綿を巻きつけた風気味と称するものもあり、女房の小袖を裏返しに着手袖の形をごまかそうと腕まくりの姿のものもあり、半襦袢に馬乗りばかま、それに縫い物の夏羽織という姿もあり、裾から綿のはみ出た土手らを尻場処理して削ね丸出しという姿もあり、一人としてまともな服装のものはなかったが、 さすがに武士の付き合いは格別。原田の家に集って、互いの服装について笑ったりなんかするものはなく、いかめしく挨拶を交わし、だが定まってから、浴衣に陣羽織の山崎郎がやおらすすみ出て主人の原田に、今宵の客を代表して応用に謝辞を述べ、原田も神子の破れた袖口を気にしながら。これはご一同、ようこそ。大晦日をよそにして雪見酒も一興かと存じ、 ボブサタのお詫びも兼ね、こういうお招きいたしましたところ、早速おいでくださって嬉しく思います。どうか、ごゆるり、と言って、貧しいながら趣向を供した。客の中には酒好きを手にして、わなわな震えるものが出てきた。いかがなされた、と聞かれて、その者は涙を拭き。いや、お構いくださるな。それがしは、貧しのため、 久しく酒に遠ざかり、お恥ずかしいが酒の飲み方を忘れ申した。と言って、寂しそうに笑った。お同様、とキる絆に馬乗り袴は膝をすめ。それがしも、ただいま、二三杯続けさまに飲み、誠に変な気持ちで、この先どうすればよいのか、酒の酔い方を忘れてしまいました。皆似たような思いと見えて、一座しんみりして、 遠慮しながら互いに小声で酒好きのやり取りをしていたが、そのうちにみんな酒の酔い方を思い出してきたと見えて、小生も起こり、次第に座敷が陽気になってきた頃、主人の原田は例の小判十両の紙包みを取り出し、今日はご一同にご披露したい人物がございます。あなた方は、誤解中のご都合の悪い時には、潔くお酒を遠ざけ、 つつましくお暮らしなさるから、大晦日でお困りにはなっても、この腹だほどはお苦しみなさるまいが、わしはどうも、金に困るとなおさら酒を飲みたいたちで、そのために不義理の借金が山積して年の瀬を迎えるたびに、さながら八大地獄を眼前に見るような心地がいたす。ついには武士の意地も何も捨て、親戚に泣いて助けを求めるなどという不面目の振る舞いに及び、 今年もとうとう、身寄りの者から、この通り小判十両の合力を受け、どうやら人並みの正月を迎えることができるようになりましたが、この幸せをわし一人で受けると過方負けがして死ぬかもしれませんので、今日はご一同をお招きして、大いに飲んでいただこうと思い立った次第であります。都じよう期限で言えば、一座の者は思い思いのため息をつき。なーんだ。 初めからそうと分かっていれば、遠慮なんかしなかったのに。後で会費を取られるんじゃないか、と心配しながら飲んで損をした。というものもあり。そう受けたまわれば、このお酒をうんと飲み、その幸せにあやかりたい。家へ帰ると、思わぬところから書き留めが来ているかもしれない。というものもあり。良い親戚のある人は幸せだ。 それがしの親戚などは、あべこべにそれがしの懐を狙っているのだから、つまらない。というものもあり、一座はいよいよ明るく賑やかになり、原田は大強烈で、髭の端の酒の雫を押し拭い。しかし、しばらく不りで小判重量、手のひらに乗せてみると、これでなかなか重いものでございます。いかがです。順々にこれを手のひらに乗せてやってくださいませんか。 お金と思えば癒しいが、これはお金ではございません。これ、この包み紙にちゃんと書いてあります。貧病の妙薬、金曜丸、よろずによし、と書いてございます。その親戚のやつが、洒落てこう書いてよこしたのですが、さあ、どうぞ、お回しになってご覧になってください。と、小判十枚並びに包み紙を客に押し付け、 客はいちいちその小判の重さに驚き、また書付の軽妙に感服して、順々に手渡し、一句浮かびましたというものもあり、筆券を借りてその包み紙の余白に、貧病の薬いただく雪明かり、と書きつけて功を添え、主廃の研修も盛んになり、小判は初め回りして主人の膝元に帰った頃に、年長者の山崎は座り直し。いや、おかげさまにて良い年忘れ。 思わず調査をいたしました。と、分別顔してお礼を言い、それでは、と古綿を首に巻きつけた風気味が、胸を反らして先週楽を歌い出し、四角ともに膝を軽く叩いて手拍子を取り、歌い終わって、立つ鳥跡を濁さず、昔も今も武士のたしなみ、缶鍋、重箱、塩辛壺など、 それぞれ自分の周囲の器を勝手口に持ち出して女房に手渡し、例の小判が主人の膝元に散らばってあるのを、それも自前なされ、と客に勧められて、原田は無造作にかき集めて、はっと顔色を変えた。一枚足りないのである。けれども原田は、酒こそ飲むが、気の弱い男である。恐ろしい顔つきにも似ず、人の気持ちばかり、おっかなびっくり。 いたわっている男だ。ドキリとしたが、そしらぬふりを装い、しまい込もうとすると、一座の長老の山崎は、ちょっと、と手を挙げて、小判が一枚足りませんな、と軽く言った。ああ、いや、これは、と原田は、我が悪事を見破られたもののごとく、ひどく孫つき。これは、それ、ご一同のお見えになる前に、わしが酒屋へ一両支払い、 先ほどは死が持ち出した時には給料、何も不審はございません。と言ったが、山崎は首を振り、いやいや、そうでない、と老いの頑固。それがしが、先ほど手のひらに乗せたのは、確かに十枚の小判。安闘の光薄しといえども、この山崎の頑固には狂いはない。ときっぱり言い放てば、他の六人の客も口々に、 確かに十枚あったはずという。みんなみんな総立ちになり、安論を持ち回って部屋の隅々まで探したが、小判はどこにも落ちていない。この上は、それがし、真っ裸になって身の潔白を立て申す。と山崎は老いの一徹、貧しの意地、痩せても枯れても武士の端くれ、あらぬ疑いをこむるは松代までの地軸とばかりに奮然、陣羽織を脱いで打ちふるい、 さらによれよれの浴衣を脱いで、ふんどし一つになって、とわみでも打つような形で大げさに浴衣を振るい。おのおの型、見届けたか。と顔を青くしていった。他の客も、そのままでは済まされなくなり、次に大竹が立ってぬいもんの夏場折りを振るい、半度絆を振って、それから馬乗り袴を脱いで、ふんどしをしていないことを暴露し、けれどもニコリともせず、 袴を逆さにして振るって、部屋の雰囲気が次第にさっき立ってものすごくなってきた。次に土寺を知り、端折りして、けずね丸出しの探検坊が、立ち上がりかけて、急に激烈の腹痛にでも襲われたかのように険しく顔をしかめて、ううむと一声うめき。ときもとき、つまらぬ俳句を作り申した。金病の薬いただく雪明かり。おの,おの方、の型。 それがしの懐に小判一両確かにあります。今更、着物を脱いで打ち振るうまでもござらぬ。思いもよらぬ災難。言い開きも、めめしい。ここで命を。と言いも終わらず、もろ肌脱いで脇差しに手をかければ、主人はじめ皆な駆け寄って、その手を抑え。誰もそなたを疑ってはいない。そなたばかりでなく、自分らも皆 その日暮らしの浅ましい貧者ながら、時によって海中に一両くらいの金子は持っていることもあるさ。貧者は貧者同士、死んで身の潔白を示そうというそなたの気持ちはわかるが、しかし、誰一人そなたを疑う人もないのに、切腹などは馬鹿らしいではないか。と口々になだめると、探偵いよいよ我が身の不運が恨めしく、嘆きは募り、歯ぎしりして。 お言葉はありがたいが、そのお情けもメイドへの見上げ。一両戦技の大事の時、あいにくと一両懐に持っているというこの間の悪さ。ぼ一同が疑わずとも、この無様は消えませぬ。世の物笑い、いちごの不覚。面目なくて生きていられぬ。いかにも、この懐中の一両は、それがしきのう、かねて所持せしとく事用の小塚を、 坂下のとうぶつや重左門方へ一両二分にて売っていた金子には相違なけれど、も、今更かかる愚痴めいた申し開きも武士の地辱。何も申さぬ、死なせたまえ。不運の友を、いささか不憫とおぼしめさば、我が自害の後に、坂下のとうもつやえいき、そのこと確かめ、かばねの恥を頼む。と強く言い放ち、またも脇差し取り直してあがいたとたん。おや と主人の原田は叫び。そこにあるよ。見ると、暗闘の下にキラリと小判一枚。なんだ、そんなところにあったのか。灯台元暮らしですね。うせ者は、とかく、変哲もないところから出る。それにつけても、平常の心がけが大切。これは山崎。いや、全く人騒がせの小判だ。おかげで酔いが冷めました。飲み直しましょう。 とこれは主人の腹だ。口々に言って華やかに笑い崩れたとき、勝手元に。あれ、と女房の驚く声。すぐに、バタバタと女房、座敷に走ってきて。小判はここに、と言い、重箱の蓋を差し出した。そこにも、キラリと小判一枚。これはと一動画を見合わせ。 女房は蒸気した顔の遅れ毛をかき上げて間が悪そうに笑い、最前私は重箱に山の芋の煮しめを詰めて差し上げ、蓋は主人が武作法にも畳にべたりと置いたので、私が取って重箱の下に敷きましたが、あの折、蓋の裏の湯気に小判がくっついていたのでございましょう。それを知らずに私の部長法、そのままお下げ渡しになったのを、ただいま洗おうとしたら、まあどうでしょう。チャリンと小判が、 と一席切って語るのだが、主覚ともに、気厳の面持ちで、やっぱり、ただ顔を見合わせているばかりである。これでは、小判が十一両。いや、これも、あやかりもの。と一座の長老の山崎は、しばらく経ってため息とともに、ちっとも要領の得ない意見を吐いた。めでたい。十両の小判が時によって十一両にならぬものでもない。よくあることだ。 まずは、王様。少し猛禄しているらしい。他の客も、山崎の意見のめちゃ苦茶なのに呆れながら、しかし、今のこの場合、原田に王様を願うのは最も無難と思ったので。それが良い。母親戚のお方は、初めから十一両包んでよこしたのに違いない。さよう、何せ洒落たお方のようだから、十両と見せかけ、 その実は十一両といういたずらをなさったのでしょう。なるほど、それも陳酒向。粋な思いつきです。とにかく、王様を。天でにいい加減なことを言って、無理やり原田に押し付けようとしたが、この時、弱気で酒くらいの、ダメな男の原田内助、おそらくは障害に一度の異様な頑張り方を示した。そんなことでわしを言い狂めよ歌ってダメです。 バカにしないでください。失礼ながら、皆さん一様に貧乏なのを、わし一人十両の幸せに恵まれて、天道様にもご一同にも愛すまなく、心苦しくて落ち着かず、酒でも飲まなけりゃ、やりきれなくなって、今夕ご一同をご招待して、わしの花分の幸せの役払いをしようとしたのに、さらにまた降ってはいた奇妙な災難、十両でさえ持て余している男に、 意地悪く、もう一両押し付けるとは、ご一同も人が悪すぎますぞ。体じょ、貧しなりといえども武士の端くれ、お金も何も欲しくござらぬ。この一両のみならず、こちらの十両も、皆さんお持ち帰りください。と、まことに、変な怒り方をした。気の弱い男というものは、少しでも自分の得になることにおいては、 極度に恐縮し汗を流してまごつくものだが、自分の損になる場合は、人が変わったように偉そうな理屈を並べ、いよいよ自分に損が来るように努力し、人の意は一切入れず、ただひたすらへ理屈を並べて粘るものである。極度に凹むと、裏の方が膨れてくる。つまり、あの自尊心の盗作である。原田もここは必死。 どもりどもり首を振って意見を改陳しやたらに粘る。馬鹿にしないでくださいよ。十両の金が十一両に化けるなんて、そんな人の悪い冗談はやめてくださいよ。どなたかが、さっきこっそり、お出しになったのでしょう。それに決まっています。探偵殿の難儀を見るに見かね、その急場を救おうとして、どなたか、所持の一両を、 そっっとお出しににななたのに違いない。つまらぬ小細工をしたものです。わしの小判は、重箱の蓋の裏についていたのです。安んのそばに落ちていた金は、どなたかの情の一両に決まっています。その一両を、このわしに押し付けるとは、まるで筋道が立っていません。そんなにわしが金を欲しがっているとおぼしめし去るか。貧者には貧者の意地があります。 くどく言うようだけれども、重量を持っているのさえ、わしは心苦しく、世の中が嫌になっていたりもおり、さらに一両を押し付けられるとは、天道様にも見放されたか、わしのブーもこれまで腹かき切ってもこの恥は注がなければならぬ。わしは酒飲みの馬鹿ですが、ご一同に騙されて、金が幸運産んだと、矢に下がるほど猛力はしていません。さあ、この一両。 お出しになった方は、あっさりと収めてください。もともと、恐ろしい顔の男であるから、座り直して本気に物を言い出せば、なかなかすごい。一座の者は首をすくめて、何も言わない。さあ、申し出てください。そのお方は、情の深い立派なお方だ。わしは一生その人の重木になってもよい。一門の金でも惜しいこの大晦日に、 よくぞ一両、そしらぬふりして安鈍の旗に落とし、探偵殿の気球を救ってくだされた。貧者は貧者同士、探偵殿の辛い立場を見かねて、ご自分の大切な一両を黙って捨てたとは、あっぱれのご人格。体内助、啓服いたした。その後立派なお方が、この七人の中に確かにいるのです。名乗ってください。堂々と名乗って出てください。 そんなにまで言われると、なおさら、その隠れた前行者は名乗りにくくなるであろう。こんなところは、やっぱり原田内助、ダメな男である。七人の客は、いたずらにため息をつき、もじもじしているばかりで、一向に拉ちが開かない。せっかくの酒の酔いもすでに冷め、一座は白けきって、原田一人は血走った目を向き、名乗りたまえ、名乗りたまえ。 と焦って、そのうちに経明赤を告げ、原田はとうとう、しびれを切らし、長くお引き止めも、無礼と存じます。どうしても、お名乗りがなければ、致し方がない。この一両は、この重箱の蓋に乗せて、玄関の隅に置きます。お一人ずつ、お帰りください。そうして、この小判の主は、どうか黙って取ってお持ち帰り願います。 そのような処置はいかがでしょう。七人の客はほっとしたように顔を上げて、それが良いと一様に三位を表した。実際、グズの原田にしては大出来の思いつきである。弱気な男というものは自分の得にならぬことをするにあたっては、時たまこのような水際だった明暗を思いつくものである。原田は少し得意。みんなの見ている前で、 重箱の蓋に一両の小判をきちんと乗せ、玄関に置いてきて。式台の右の端、最も暗いところへ置いてきましたから、小判の主でないお方には、あるかないか見定めることもできません。そのままお帰りください。小判の主だけ、手探りで受け取って何気なくお帰りなさるよう。それでは、どうぞ、山崎郎から。ああ、いや。 襖はぴったり閉めていってください。そうして山崎酔いが玄関を出て、その足音が全く聞こえなくなった時に次のお方がお立ちください。七人の客は言われた通りに静かに順々に自主去った。後で女房は手職を灯して玄関に出てみると小判はなかった。理由のわからぬ旋律を感じて、どなたでしょうね。 と、夫に聞いた。原田は眠そうな顔をして、わからん、お酒はもうないか、と言った。落ちぶれても、武士はさすがに違うものだと、女房はかれんに緊張して勝手元へ行き、お酒の缶に取りかかる。諸国はなし、剣一の三、おほつごもりは合わぬ残業。大力。 昔さぬきの国、高松に丸亀屋とて両外屋を営み四国に名高い歴々の大長者、その一子に斎米とて生まれ落ちた時から骨太く目玉はギョロリとしてただならぬ風貌の男児があったが、三歳にして手足の筋骨嫌に伏し暮れ立ち、無心に物差しを振り上げ飼い猫の頭をコツンと打ったら、猫は声も立てずに絶命し、ウバは驚き猫の死骸を取り上げてみたら、 その頭の骨が微塵に打ち砕かれているので、ぞっとしてお暇をこい、6歳の時にはもう近所の子供たちのガキ大将で、裏の草原に繋がれてある格子を抱きすくめて頭の上に乗せその辺を歩き回って見せて、遊び仲間を戦慄させ、それから毎日のように、その格子をおもちゃにして遊んで、次第に牛は大きくなっても、 はじめから担ぎ慣れているものだから何の死災もなく獅子を捕まえて目より高く差し上げ、いよいよ牛は大きくなり、サイベイ靴になった頃には、その牛もゆったりと車を引くほどの大黒牛になったが、それでもサイベイは恐れず抱きかかえて、一人で大笑いすれば、遊び友達は今は全く薄気に悪くなり、誰もサイベイと遊ぶものがなくなって、サイベイは一人裏山に登って杉の大木を引き抜き、 牛よりも大きい岩を崖の上から蹴落として、つまらなそうにして遊んでいた。15、六6の時には、毛うほうにひげも生えて30くらいに見え、変に重々しく分別ありげな面構えをして、少しもかわいいところがなく、そのころ、讃岐に相撲が流行り、大関には天竺に太夫続いてお兄氏黒駒、大波、イカズチ、白滝。 青ザメなど、いずれも一癖ありげな名前をつけて、里の牛飼い、山賀の芝男、または髪型から落ちてきた本職の相撲取りなど、四重八手に皮をすりむき骨を砕き、無用の大怪がばかりして、またこの道にも特別の子をありと見えて、やめられずドンスの回しなどして時々緩んで回しがずり落ちてもニコリとも笑わず、上手がどうしたの下手がどうしたの足癖がどうしたのと、 何のことやらこの世の大事のごとく騒いで汗も吹かずやたらにもみあって、家業も忘れ、家へ帰ると、人一倍大飯を食らって死んだようにぐたりと寝てしまう。かねて力自慢の西兵どうしてこれを傍観しえべき。とどこの回しを締め込んで、土俵に踊り上がって、さあ来い、と両手を広げて立ちはだかれば、みなみな、 西米の幼少の頃からの馬鹿力を知っているので、にわかにこうかくめて、そそくさと着物を着て帰り支度をするものもあり、若旦那、およしなさい、へへ、ご身分に関わりますよ、とお世辞だか忠告だか非難だか、わけのわからぬことを人の陰に顔を隠して小声で言うものもあり、その中に、髪型から下ってきたワニ口という本職の相撲。 髪型では弱くて出世もできなかったが田舎へ来ればやはり永年叩き込んだ四重奴でが物を言い在合の若い衆のクソ力を軽くあしらっている男。では一番、と平気で土俵に上がって、己と血相を変えて飛び込んでくる西米の足を払って、苦もなくねじ伏せた。西米は土俵の真ん中に死んだカエルのようにみっともなく這いつくばって夢のような気持ち、実に不思議な術もあるものだと首を振り、 まぬけた顔で起き上がって、どっと笑い生やす監修をちょっと睨んで黙らせ、腹が痛い、と照れ隠しのつまらぬ嘘をついて家へ帰ってきたが、悔しくてたまらぬ。鶏を一羽ひねりつぶして煮て骨ごとバリバリ食って力をつけて、その夜のうちにワニ口の家へ訪ねていき、先ほどは腹が痛かったので思わぬ不覚を取ったが、今度は負けぬ、庭先で一番やってみよう、と申し出た。 ワニ口派晩尺の最中で、うるさいと思ったが、嫌にしつこく挑んでくるので着物を脱いで庭先に飛び降り、突きかかってくるサイベイの曲を右に泳がせ左に泳がせ、自由自在に操れば、サイベイ次第にめまいがしてきて庭の松の木をワニ口と思い込み、よいしょと抱きつき、行きき切って、この野郎と叫んで、くもなく引き抜いた。おい、おい、無茶をするな。 ワニ口もさすがに西兵の怪力に呆れて、こんなものを長く相手にしていると、どんなことになるかもわからぬと思い、縁側に上がってさっさと着物を着込んで、小僧、酒でも飲んでいけ、と怪獣の策に出た。西兵は松の木を引き抜いて目よりも高く差し上げ、太座敷の肩を見ると、ワニ口が座敷で笑いながらお酒を飲んでいるので、ぎょっとして、 これは奇心に違いないと幼く思い込み、松の木も何も投げ捨て庭先にひれ伏し、わーと大声を上げて泣いて弟子にしてくれよと懇願した。西米はワニ口を神様のごとくあがめて、その翌日から四十八つでの伝授に預かり、もともと無双の大力ゆえ、その進歩は目覚ましく、教えるワニ口にも張り合いが出てくるし、それにもまして、 西米はただ盲点にも昇る思いで、嬉しくてたまらず、寝ても覚めても、四重張って、四重張って、明日はどの手で投げてやろうと寝返り打って寝言を言い、その熱心がマリシテンにも通じたか、なかなかの相撲上手になって、もはや師匠のワニ口も、もてやまし気味になり、弟子に投げられるのも格好が悪く馬し,しかしかしかしいと思い、ある日もっともらしい顔をして、何時も、 もう一人前の相撲取りになった。その心がけを忘れるな、とわけのわからぬ訓戒を垂れ、ついては何時に荒磯という名を与える。もう来るな、と言って急いで敬遠してしまった。西米は師匠から敬遠されたとも気づかず、わしもいよいよ一人前の相撲取りになったか。ありがたいわい。今日からわしは荒磯だ。すごい名前じゃないか。ああ、誠に死の恩は山よりも高い。 と涙を流して喜び、それからは、どこの土俵においても無敵の強さを発揮し、熟の時にさぬきの大関天竺二太夫を、土俵の砂に埋めて半死半生にし、それほどまで手ひどく投げつけなくてもいいじゃないかと相撲仲間の評判を悪くしたが、なあに、相撲はかちゃいいんだ、と呆然と嘘吹き、いよいよみんなに憎まれた。丸亀屋の親父は、 かねてより我が子の西米の力自慢を苦々しく思い、何とか言おうとしても、西米にギョロリと睨まれると、我が子ながらも気味悪く、あの馬鹿力で手向かいされたら親の意向も何もあったものでない。この老いの細い骨はコッパ微塵と震え上がって分別し直し、しばらく生還と自重していたのだが、この頃は相撲に凝って人様を怪我させて片輪にして、憎しみの的になっている有様を見るに見かねて、 ある日、おっかなびっくり。斎米さんや、我が子にさんをつけて猫なで声で呼び。人は髪をから着物を着ていたのですよ。遠慮しすぎて自分でもなんだかわからないようなことを言ってしまった。そうですか。イソは、変な顔をして親父を見ている。近じいはいよいよ困って。裸になって五体危ない勝負も、夏は涼しいことでしょうが、 冬は寒くていけませんでしょうね。と節目になって膝をこすりながら言った。さすがの荒磯も吹き出して、相撲をやめろというのでしょう。と軽く問い返した。近じはぎょっとして汗を吹き、いやいや、決してやめろとは言いませんが、同じ遊びでも、要求など、どうでしょうね。あれは女子供の遊びです。大の男があんな小さい弓を、 しくれたった手でひねくり回し、百発ももなかの腕前になってみたところで、泥棒に襲われていようとしても、泥棒が笑い出しますし、魚を引く猫に当てても病はかゆいともしやしません。そうだろうねえ、と賛成し、それでは、あの自主公とか言って、さまざまな蚊を嗅ぎ分ける遊びは。あれもつまらん。公を嗅ぎ分けるほどの花があったら、飯の焦げるのをいち早く嗅ぎ出し、 下女に釜の下の薪を引かせたら少しは家の始末の足しになるでしょう。なるほどね。では、あの蹴鞠は足さばきがどうのこうのと言って稽古しているようですが、塀を飛び越えずに門をくぐっていったって思才はないし、闇夜には提灯を持って静かに歩けば溝へ落ちる心配もない。何もあんなに苦労して足を軽くする必要はありません。いかにも、その通りだ。 でも人間には何か愛嬌がなくちゃいけないんじゃないかね。茶番の狂言なんか稽古したらどうだろうね。家に寄り合いがあった時など、あれをやってみんなにお見せすると。冗談を言っちゃいけない。あれは子供の時こそ愛嬌もありますが、髭の生えた口から、まかりいでたるは太郎うかじゃも見る人が霊感を書きますよ。お母さんだけが膝をすすめて、 うまい、なんて褒めて近所の物笑いの種になるくらいのものです。それもそうだね。では、あの生け花はああ、もうよしてください。あなたは猛くしているんじゃないですか。あれは雲の上の奥深きお方々が、延べに咲く四季の花をご覧になることが若いので、三山の松柏を取り寄せて、生きてあるママの姿をご目の前に眺めてお楽しみなさるために始めたことで、 わしたちゲゲのものが庭の椿の枝をもぎ取り、鉢植えの梅をのこぎりで切って、床の間に飾ったって何の意味もないじゃないですか。花はそのままに眺めて楽しんでいる方がいいのだ。言うことがいちいち筋道がちゃんと立っているので親父は並行して。やっぱり相撲が一番いいかね。大いにおやり。お父さんも相撲が嫌いじゃないよ。若い時には、やったものです。 などと、どうにも馬鹿らしい結果になってしまった。女将は親父の無能を軽蔑して、あたしならば、ああは言わない、とある日、こっそり斎兵衛を奥の間に呼び寄せ、まず華やかに、おほほと笑い。斎兵衛や、まあここへお座り。まあ大変髭が伸びているじゃないか、そったらどうだい。髪もそんなにボーボーとさせて、どれ、ちょっと撫でつけてあげましょう。 構わないでください。これは相撲の乱れ神と言っていきなものなんです。おや、爽快。それでも生きなんて言葉を知ってるだけ頼もしいじゃないか。お前は今年、いくつだい。知ってるくせに、19だったね。と母は落ち着いて。私がこの家にお嫁に来たのは、お父さんが19、お母さんが15の時でしたが、お前のお父さんたら、 もうその前から道楽のし放題でね、16の時から茶や酒の味を覚えたとやらで、着物の着こなしでも何でも、それこそ吸いでね、私と一緒になってからもしばしば髪型へ登り、いい人をたくさんこしらえて、今こそあんな、どっちを向いてるのだかわからないような変な顔だが、若い時には、あれでなかなか綺麗な顔で、ちょっとそんなにうつむいたところなど、今のお前にそっくりですよ。 お前も、お父さんに似てまつげが長いから、うつむいた時の顔に憂いがあって、きっと女には好かれますよ。髪型へ行って島原などの別品さんを泣かせるなんてのは、男と生まれて何よりの過報だろうじゃないか。と言って、いやらしくにやりと笑った。なんだつまらない。女を泣かせるには殴るに限る。相撲で言えばハリ手というやつだ。こいつを二つ三つ食らわせたら、 泣かぬ女はありますまい。泣かせるのが、過方だったら、わしはこれからいよいよ相撲の稽古を励んで、世界中の女を殴って泣かせてみせます。何を言うのです。まるで話が、違いますよ。サイベー、お前は19だよ。お前のお父さんは、19の時には猛茶や遊びでも何でも一通り修行を済ましていたのですよ。まあ、お前も、 花見がてらに上方へ登って、島原へでも行って遊んで、千両二千両使ったって、減るような財産でなし、気に入った女でもあったら身受けして、どこか景色のいい土地に洒落た家でも建て、その女の人としばらくママごと遊びなんかしてみるのもいいじゃないか。お前の好きな土地に、お前の気ままの立派なお屋敷をこしらえてあげましょう。 そうして、あたしの方から、米、油、味噌、塩、醤油、新炭、四季折々のお二人の機へ何でも届けて、お金だって、欲しいだけ送ってあげるし、その女の人一人だけで寂しいならば、おめかけを今日からもう二三人呼びきせて、その他、振り袖の若い腰元三人、それから中井、茶の間、お物の縫いの女、それから下働きのお三丼二人、お胡椒二人、 小坊主一人、あんま鳥の座頭一人、三木の相手に歌うたいのでんえもん、ご料理番一人、かごかき二人、おぞおり鳥大将二人、手代一人、まあざっとこれくらいつけてあげるつもりですから、悪いことは言わない、まあ花見がてらに、と懸命に解けば。髪型へは一度行ってみたいと思っていました。と気軽に言うので、母は喜び膝をすすめ。 お前さえその気になってくれたら、あとはもう、立派なお屋敷を作って、おめかけでも腰元でも、あんま鳥の座頭でも。そんなのはつまらない。上方二泊黒地師という強い大関がいるそうです。なんとかしてその黒地師を土俵の砂に埋めて。ま、なんて情けないことを考えているのです。好きな女と立派なお屋敷に暮らして、主席の慰みには伝え門を。 その屋敷には土俵がありますか母は泣き出した。襖すま越しに番頭、手台たちが盗み聞きして、互いに顔を見合わせてため息をつき。俺ならば、お神様のおっしゃる通りにするんだが。当たり前さ。下ソが島の端でもいい。立派なお屋敷で、そんな映画の暮らしを3日でもいい。あとは死んでもいい。声が高い。若旦那に聞こえると、あの、 張り手とかい遊すごいのを二つ三つお見舞いされるぞ。そいつはごめんだ。皆顔色を変え、こそこそと退出する。その後、西米に意見をしようとするものもなく、西米いよいよ増長して、さぬき一国を狭しとして阿波の徳島、伊予の松山、土佐の高知などの読みや相撲にも出かけて、乗用車もなく相手を突き飛ばし張り倒し、 多くの怪我人を出して、相撲はカチャイインだ、と肉肉しげにせせら笑って悠然と引き上げ、朝昼晩、牛馬羊の精肉を食って力をつけ、顔は鬼のごとく赤く大きく、露傍で遊んでいる子はそれを見て、キャッと叫んで病気になり、大人は山頂先から風をくらって失踪し、丸亀屋の荒いといえば、さぬきは愚か四国全体、誰知らぬものとてないありさまとなった。 西米は愚かにもそれを自身の出世と考え、わしの今日あるはマリシテンのお恵みもさることながら、第一は恩師ワニグチ様のおかげ、滅多にワニグチ様の方へは足を向けて寝られぬ、などというものだから、ワニグチは町内のものに合わす顔がなく、いたたまらず、ついに出家しなければならなくなった。 そのような騒ぎをいつまでも捨ておくこともできず、丸亀屋の身内のもの全部密かに打ち寄って相談して、これはとにかく嫁をもらってやるに限る、横丁の小平太の爪将棋も坂下のよも七の尺八も嫁をもらったらパッタリやんだ。西米さんも綺麗なお嫁さんから人間の情愛というものを教えられたら、あんな乱暴な無謀い勝負が嫌になるに違いない。これは何でも嫁をもらってやることです。 と吸収してて目を光らせて頷き合い四方に手回しして同じ讃岐の国の大地主の長女、今年十六のお人形のように美しい花嫁をもらってやったが、斎米は終元の日にも相撲の乱れ髪のままで、今日は何かあるのですか、大勢集まって嫌がると本当に知らないのかどうか、法事ですか、など情けないことを言い、父母をはじめ親戚一同、拝むようにして文福を着せ。 花嫁のそばに座らせてとにかく逆きごとを済ませて、ほっとした途端に、西米はぷいと立ち上がって文服を脱ぎ捨て、こんなつまらぬことをしていては腕の力が抜けるといい。庭に飛び降りに愛子を相手によいしょ、よいしょとすさまじい相撲の稽古。父母は嫁の里の者たちに面目なく背中にびっしょり霊感を書いて。まだ子供です。ご覧の通りの子供です。お見逃しを。 というのだが、見たところ、どうしてなかなか子供ではない。四十くらいの親父に見える。嫁の里の者たちは、あっけに取られて。でも、あんな髭を生やして分別顔で力んでいる様は、石川五右衛門の家もでを思い出させます。と率直な感想を述べ、とんでもない男に娘をやったと顔を見合わせてため息をついた。 西イはその夜お嫁を隣室に追いやり、間の襖に念入りに固くしんばり棒をして、花嫁がしくしく泣き出すと大声で。うるさい、とどなり。お師匠のワニ口様がいつかおっしゃった。夫婦が仲良くすると、あたら男盛りも、腕の力が抜ける、とおっしゃった。お前も相撲取りの女房ではないか。それくらいのことを知らないでどうする。わしは女嫌いだ。 マリシテンに願かけて、わしは一生、女に近寄らないつもりなのだ。バカ者ゃめ。メソメソしてないで、早くそっちへ布団敷いて寝ろ。花嫁は恐怖のあまり失神して、家中が上を下への大騒ぎになり、嫁の里の者たちはその夜のうちに、鬼が来た鬼が来たと反響乱で泣き叫ぶ娘を籠に乗せて、里へ連れ戻った。 このような不守備のために西米の悪評はいよいよ高く、今は出家頓生して心静かに山奥のいおりで念仏三昧の月日を送っている師匠のワニ口の耳にも入り、師匠にとって弟子の悪評ほど辛いものはなく、明け暮れ気に闇、み、ついには念仏の触りにもなって、ある夜、決意して身を百姓姿に変えて山を下り、里の読み屋に行って相変わらず盛んな読み屋相撲を、放かぶりして眺めて、 そのうち二例の荒磯が、のっしのっしと土俵に上がり、今夜もわしの相手は虫か、尻込みしないでかかってこい、としゃがれた声で言ってぎょろりとあたりを見回せば、お宮の将来も、しんと静まり、人々は無言で帰り支度を始め、その時、ワニ口和尚は着物を脱ぎ、放火無理をしたままで、おう、と叫んで土俵に登った。荒磯は片手で和尚の肩をわしづかみにして、 この命知らずめが、とせせら笑い、おしょうは肩の骨が今にも砕けはせぬかと気が気でなく。よせ、よせ。と言っても、らいそは、いよいよ笑っておしょうの肩をゆすぶるので、どうにも痛くてたまらなくなり。おい、おい、俺だ、俺だよ。と囁いて放火無理を取ったら、あ、お師匠、お懐かしゅう。などと言ってる間におしょうは、上手投げという派手な手を使って、 ものの見事に荒磯の巨体を宙に1回転させて頭伝道と土俵の真ん中に仰向けに倒したその時の荒磯の形のみっともなかったこと大ナがズがうたから滑り落ちイノシシがはしごから転げ落ちたみたいの言語に絶した無様な格好であったと後々の里の人たちの笑い草にもなったほどで。 和尚は素早く人ごみに紛れてそしらぬふりで山のいよりに帰り、さっぱりした気持ちで念仏を唱え、荒いそはあばら骨を三本折って、戸板に乗せられて死んだようになって家へ帰り、師匠、あんまりだ、恨みます、と上ごとを言い、その後様々養生してもはかどらず、看護のものを足で蹴飛ばしたりするので、次第にお見舞いをするものもなくなり、ついには、もったいなくも海の父母に大小便の世話をさせて、 刺物大医用肥満も骨と皮ばかりになって消えるように息を引き取り、本町二重不幸の番付の大横綱になったという。本町二重不幸、巻後の三、無用の力自慢。猿塚。昔築前の国、太宰優の町に、白坂とクエモンとて代々酒屋を営み太宰府はじめの長者、その即上乱の美形並びなく、 七つ八つの頃から見る人すべて同弱し、己の花垂れの娘の顔を思い出して焼け酒を飲み、町内は明るくウキウキして、今年中に六つ七つ余り、骨細く振り袖も重げに、春光ほのかに身辺を包み、海の母親も我が娘に話しかけて、ふと口をつぐんで見とれ、名家の誉れは国中にかぐわしく、見ぬ人も見ぬ恋に沈むというありさまであった。 ここに桑森次郎衛門とて、隣町の裕福な七夜の若旦那、部男ではないけれども、鼻が大きく目尻の垂れ下がった何の変哲もない律儀そうな髭男。歯の綺麗なのが取り柄で笑顔にちょっと愛嬌のあるところが良かったのか。ある日の雨宿りが縁になって、人は見かけによらぬもの、縁は稲者、馬鹿らしいもの、おらんに慕われるというとんでもない大花宝を得たというのがこの物語の発端である。 両方の親は知らず次郎右衛門ひそかに出入の魚屋の伝六に頼み徳右衛門方に縁組の内相談を持ちかけさせた伝六は金が猫の質屋にいちかたならず面倒をかけていることとて次郎右衛門の言いにくそうな頼みを聞いて。 向かうは坂屋、うまく橋渡しができたら思う存分飲めるであろう。かつはこちらの質の利息払いの期限を伸ばしてもらうのはこの時と勇たち。厚かましくも七流れの文福で身を飾り、知らぬ人が見たらどなた様かと思うほどの分別ありげの様子をして徳右衛門方に乗り込み、えへへと笑い扇子を鳴らして庭の石を褒め、相手は薄気味悪く、何か御用でも、と言い、連絡慌てず、いや何、 と言い、やがてそれとなく次郎右衛門の希望を匂わせ、こちら様は酒屋、向かう様は七夜、万、ま、ら縁のないご商売ではございませぬ。酒屋へ走る前には必ず七夜へ立ち寄り、七夜を出てからは必ず酒屋へ立ち寄りるもので、いわば坊主とお医者のごとくこの二つが親戚だったら、鬼に金棒で、町内の者が皆殺されてしまいます。などとけしからぬことまで口走り、 一世一代のない知恵を絞って懸命に取りなせば、徳右衛門も少し心が動き。桑森様のご総領ならば、私の方でも不足はございませんが、時に桑森様のご修士はえーと、それは意外の質問なので、連絡はぐっとつまり。はっきりは、わかりませぬが、確か浄土宗で。それならば、お断り申します。 と口を曲げて肉肉しげに言い渡した。私の家では代々のホ家ケ衆で、ことにも私の代になりましてから、深く日蓮用に消えつかまつって、朝夕なむ妙法蓮華経のお題目を怠らず、娘にもそのように仕込んでありますので、今更他衆へ嫁にやるわけにはいきません。あなたも縁談の橋渡しをしようというほどの男なら、それくらいのことを調べてからおいでになったらどうです。 いや、あの、私は、と霊感を流し、私は代々の北ッ宗州の日蓮様で、朝夕、南無妙法蓮華経と、何を言っているのです。あなたに嫁をやるわけじゃあるまいし、桑森様が浄土州ならば、いかほど金銀を積んでも、またその後僧侶がご発明で男振りがよくっても、私は嫌と申します。日蓮様に愛すみません。 あんな陰気臭い浄土宗など、どこがいいのです。よくもこの代々のホ家宗の家へ、娘が欲しいなんて申し込めたものだ。あなたの顔を見てさえ胸クソが悪い。お帰りください。散々の不守備で電力は退散し、諸撃ってこの良しを次郎右衛門に告げた。